はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ第29回始めていきたいと思います。今日は7月の7日土曜日、七夕ですね。はい、皆さんはどんなお願い事を、していますでしょうか。家族がね、幸せに暮らせますようにとか、体がこんな風に変わったらいいなとか、皆さんそれぞれね、お願いがあると思うんですけれども、短冊にね、お願い事を書くまでしなくても、何かね、今年1年のお願い事とか、こうなったらいいなっていうね、ビジョンを一つ、考えてみるのも、いいんじゃないでしょうか。ということで、本日もね、最初の話題に入っていきたいと思います。はい、本日の最初のお話なんですが、まずね、体に関するお話から、していきたいと思います。トレーニングには、原理というのと原則というのが、実はあるんですね。これは動画でも、以前にお話をさせていただいたところではあるんですが、原理が3つ、原則が5つあるんですね。で、まとめて、全部お話ししたことはないんですが、本日はね、その中の、特異性の原理っていうものについてね、少しお話をしていこうかなと思います。この特異性の原理っていうのがどういう原理かっていうと、トレーニングは、トレーニングをする種類によって鍛えられる、場所とか、機能が変わってきますよっていうことですね。例えば、持久走を一生懸命練習してます。で、持久走を一生懸命練習していても、例えば重いものを上げられるようにはならないですよね。はい、それと、同じことが、いろんなことで起こります。例えば簡単なことなんですが、力こぶのトレーニングをしてても足の筋肉は鍛えられないですよね。はい、もちろんスクワットみたいに足のトレーニングなんですが、全身を使ってね、支えなきゃいけないようなトレーニングもあるので、そういったものは、全身ね、こう使うものももちろんあるんですけれども、種目種目に目的があって、鍛える部位があってっていうのが、特異性の原理っていうことかなと、思います。目的に応じてね、トレーニングの種類っていうのを選ぶ必要があるんですけれども、僕がね、ですね、ちょっと気をつけていただきたいなと思うのが、よくね、スポーツが上手になりたいっていうふうに、思ってジムに来る方っていうのもいらっしゃるんですよ。で、ジムで一番多いのは、痩せたいとか筋肉をつけたいっていう方が多いんですけど、僕の体感だと次に多いぐらいの感じになりますかね。スポーツが上達したいとかっていう方が非常に多いんですけど、ジムに来てね、スポーツが上達したいと思って、まず筋トレから始めるんですよね。はい、筋トレをするっていうこと自体は、筋肉のね、筋力っていう力を出すことが、上手になるというか、最大筋力とかを上げることができるので、筋トレっていうのはもちろん必要なんですけど、筋トレをばっかりやっててもスポーツは上手にならないんですよね。むしろ、重いものをぐーっと、上げるトレーニングをしてる方が、非常に多いんですけど、じゃあ例えば野球の時に、じゃあスポーツのそのシーンで重いものを一生懸命上げる時があるかっていう感じで考えていただくといいかなと思います。いろんなスポーツがあると思うんですけど、もちろん重いものを上げる、重量上げみたいな、スポーツもありますよね。ああいうのはもちろん、重いものを上げるっていうのが必要なんですが、ずっとね、こう力をぐーっとかけ続けて重いものを上げるというよりは、体をうまく使って、じゃあ力をどういうふうに、使ってあげるかっていうところが大事になってくるかなと思うんですね。で、もちろんベースになってくる筋力っていうのは必要なので、ある程度の筋力トレーニングは、もちろん必要なんですけれども、そこ
から先でもう本当に筋肉を大きくすればスポーツが上手になるのかっていうと、そこはちょっと違うかなと、思います。なので、まあ、もちろん筋トレをして、その後じゃあスポーツの練習もしっかりして、そのスポーツに必要な体の動きとか、体っていうのはね、連鎖で動いてるので、どういう風に力を伝えてったらうまくスポーツができるかっていうのを考えながらトレーニングメニューっていうのを組んでいく感じになります。こういう風に聞くとね、難しいんですけれども、あの体をね、鞭のように使えると一番いいんですね。ガチッと固めてしまうと、どうしてもあのせっかく力を出しても連鎖が止まってしまってね、体がうまく動かないっていうことがありますので、無駄な力を抜いてね、体をバネのように動かすというところが必要になってくるかなと思いますので、特異性の原理、目的をちゃんと、設定して、体がね、その目的に合わないようにトレーニングをしないように、進めていっていただければいいかなと思います。まあ、ご自身でね、わからない方とかは、トレーナーとか、専門家に相談していただけるといいのかなと思いますので、筋トレをしたから、何事も、うまくいくっていうわけではないっていうところだけ、本日覚えておいていただければいいかなと思います。それではもう一つの話題に行ってみましょう。はい、続いての話題なんですけれども、今日は、新しい企画ですね、心理テストをやっていってみようかなと思います。ラジオを聞きながらなんとなく頭の中でね、思い浮かべていただいて、で、答えも僕の方で読み上げていきますので、あ、自分こんなんだったと、考えていただければと思います。僕はですね、動物が大好きなんで、今日は動物にまつわる、心理テストを行っていきたいと思います。はい、早速いきましょう。はい、では質問です。ライオン、牛、羊、猿、馬の5種類の動物を連れて旅に出ました。もう一度動物をおさらいします。ライオン、牛、羊、猿、馬の5種類ですね。はい、この動物たちと協力し合って道中はすごく楽しい旅でした。ところが旅の途中でお金がなくなり、連れていた動物の中から1頭ずつ売らなくてはならなくなりました。さて、あなたはどの動物から売りますか？手放す順に1から5の番号をつけて、この後の回答をお聞きください。はい、決まりましたでしょうか。僕もね、動物大好きなので、みんなと離れ離れになるっていうのは辛いので、なんかみんなと離れ離れになるならね、もう飢え死にをした方がいいみたいな、思いも出てきちゃうんですが、そこはね、ちょっとぐっとこらえて、どれから手放すかというのをね、決めていただければと思います。まだ決まっていない方は、再生を一時停止して、決まってから、動画を再生し直してください。それでは回答に行きたいと思います。はい、実はこれですね、選んだ動物には、それぞれ象徴するものがあって、自分にとって何が一番大切で、いざとなったら何から先に手放していくのかが分かるテストってなってるそうなんですね。はい、で、それぞれの動物一つずつ、お話をしていきたいと思います。はい、まずはライオンですね。ライオンは他の動物の脅威から守ってくれるような強い動物なんですね。なので、ライオンが象徴するものというのは、親というふうに言われています。はい、そして続いて、牛です。牛は、いつでも牛乳をね、恵んでくれるわけですよね。はい、食料の象徴とされているのが牛です。はい、そして続いて羊。羊は温かくて柔らかな、のが印象的だと思います。寒い日はね、寄り添うだけでほっとすることもあるかもしれません。ということで、羊が象徴するものは恋人や、伴侶というふうに言われています。
はい、そして猿ですね。猿はいつも一緒にいて可愛い相棒というイメージがあるかと思うんですが、こちらはね、子供を象徴している、動物です。はい、そして最後に馬ですね。馬は、またがって自分を運んでくれる存在です。生活の手段、仕事を象徴するものというふうに言われています。はい、いかがでしたでしょうか。ライオンが親、牛がご飯、羊が恋人、猿が子供、馬が仕事です。あなたにとって何が一番大切かというのが、分かっていく心理テストとなっております。これは心理テストなんでね、絶対そうだよっていうわけではないんですが、もしかしたらそうかもしれない、当たってるなとか、いろいろねちょっと考えてみていただければいいかなと思います。結果を見てね、僕もちょっと一回答えを見ずにやってみたんですけど、どれも大切でねってやっぱり思っちゃうんですよね。これはまあもちろん動物全部大好きだから、なんか全部大切に思ってるっていうことで当たってるのかななんていうふうに思いましたけれども、皆さんの結果はいかがでしたでしょうか。仕事優先にするのか家族優先にするのかみたいなところもね、もしかしたら出てきてるのかもしれませんね。はい、ということで、本日の心理テストは以上でございます。またね、毎週ではないと思うんですが、こういった形で企画をやっていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日は初めての企画、心理テストをやりましたので、なんかちょっとね、収録若干緊張しておりまして、あまりうまく、誘導ができなかったかもしれないんですが、数を重ねていくと多分慣れてくる部分もありますし、やっぱり心理テストってなんて言うんだろうな、声だけで聞く状態で向いてる心理テストと、やっぱり画面を見ないといけない心理テストっていうのがあって、まあ、声だけでね、分かりやすい心理テストっていうのは探すのもちょっと大変だったんですけど、またね、もし楽しんでいただけるようであれば少し続けていきたいなと思っておりますので、また楽しみに待ってていただければと思います。ということで、本日のラジオ動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。